おはようございます。おはようございます。はい、今日はじゃあ、しほさんとコラボレーションするということで、まず一つ目のテーマが、学生で妊娠・出産・育児をすることについてっていうことでお話ししたいと思います。はい。簡単に私の自己紹介ですけど、産婦人科医クリニック沖縄市の方で開業しています、島袋です。今年今50歳で今年で50歳になりますね。クリニック開業してもうすぐ10年というところなんですけれど、YouTube でもいろいろ情報発信させてもらってます。じゃあ、しほさんの方もどうぞ。はい。沖縄県出身で、県内の高校を卒業して、今は県外の看護学部に通っている4年生です。で、中学生の時に久高島に住んでいた時、映画の原品を見て助産師を志しました。で、将来は歌って踊れる助産院を建てたいと思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。で、今日の、テーマなんですけど、学生で妊娠・出産・育児をすることについてっていうことで、志保さんの周りの学生さんで、オンライン授業になったから、学業と育児が両立できるんじゃないかと思ってる人が、はい。多いということなんですかね。はい、そうです。オンライン授業の方が、時間がある。オンライン授業はオンデマンドだったりして、自分で見る時間を選べたりっていうのがあるので、はい。なるほど、なるほど。育児しながらでも可能じゃないかと。はい。実際に、いつまででもオンデマンドが続くのか。そうですね。そんな長くは続か、今年からまた、オンキャンパス、キャンパスでの授業になるんじゃないかって話もあったんですけど、まだ今年もオンデマンド、オンラインは続いている感じです。あれですよね。実習とかもすごく少なくなってるんですよね。はい。実習も半分ぐらいになってます。そうするとね、もう本当に看護学生さんの実習の拘束がすごい半端なくって、うん、もうスタッフなんかでも、やっぱり学生中に出産して育児なんて絶対無理、もう時間的に無理なんてね、いう話を聞いたりするんですけど、はい、まあ、今ならできるんじゃないかってことですね。この一周が減った、この時期が。そうです、そうです。なるほど、なるほど。で、私自身が、大学6年、もう卒業間際でね、出産したので、まあ、しほさんの方から、学生での出産とかどうですかっていうふうに振られたところがあると思うんですけど、はい、実際に自分自身も、この、学生の間で勉強しながら育児もして、で、卒業してっていうようなイメージはもうつかなかったんですね。で、妊娠が分かった時点で、なんていうのかな、卒業間際だっていうことが、予定日が分かったので、あ、これならば、3月に卒業で2月に出産。で、国家試験も3月だったんで、あ、じゃあそれまでに勉強しておけば、まあそんな1ヶ月で全部忘れないでしょう、みたいな。そういう計算で、だから育児しながら学生もっていうのは、ちょっと自分自身はその当時は思えなかったっていうところがあるので、無理だなと自分は感じたんですね。ただ、その人それぞれで、例えば私の後輩で、6年生の8月に出産して、育児しながら、国家試験とか卒業試験とかもこなして、で、卒業した方とかもいるので、ただやっぱり、サポートが、すごく必要じゃないかなと、その場合も。実家で、本当に、育児サポート、本人自身の学生して、中に、この国家試験も受けて、それで、卒業試験、国家試験をクリアするって相当なプレッシャーと時間の、拘束が必要だと思うので、それをサポートしてくれる人ってもやっぱり必要かなと。自分で自分の身の回りを見るのも大変な時に、子供の面倒も見ないといけないっていうところでは、実家でね、例えばだからオンライン授業で、その場にいなくていいから実家に住んで、実家で育児もサポートを受けながら学生も絶好できるっていうんであればすごくいい選択になりうるかなというふうには思うんですけど、パートナーと2人でだけっていうふうになるとそのパートナーががっつり家事育児できる人だったらいいんじゃないかなと思うんですけど、そうじゃないとやっぱり難しいところがあるんじゃないかなっていうのは思います。だからもうその辺は、思っている以上に、育児は大変かな、子供って本当に大変だな。で、産むだけだったらまだいいんですよね。はい。出産ならまだいいんですけど、産む
産んでその後のこの育児はもう本当に何でもない人でも専業主婦の人でももう精神的に参っちゃうぐらい、はい、結構眠れないわ、自分の時間取れないわっていうような感じになったりすることが多いので、うん、っていうところですね。はい、で、まあ、なので、学業と育児の、両立に関しては、まあ、個人差とサポート力の厚さによるかなっていうのが私の意見ですね。はい、で、やっぱり、なんていうのかな、予期しない妊娠。まあ実際私の場合には予定して計画してに学生中に出産しようと思ったわけじゃないので、うん、で産婦人科医になって思うんですけど、はい、やっぱり完璧な避妊ってないんですよね、はい、だから誰もが予期しない妊娠っていうのは起こりうる、なのでそれセックスするんであればやっぱり妊娠の可能性っていうのは皆さん、それぞれ、今、妊娠したくない人は、避妊に関しては悩みどころだと思うんですけど、うん、やっぱり、日本ってもう、避妊後進国で、世界中でスタンダードになっている、黄体ホルモンを皮膚の下に埋め込むような避妊方法とかも使えないんですね。で、はい、そういった、より良いと言われている避妊方法が使えない中で、まあ、主体的な避妊方法として、子宮内避妊具か、ピルと女性主体の避妊方法として、はい、まあ、これしかないというところではあるんですけど、はい、まあ、それでもコンドームだけの避妊っていうのは最大失敗率 15% なので、はい、それはやっぱりそれだけの避妊っていうのはもうちょっと今妊娠して困るって人は絶対避けるべきかなと、うん、でピルだって完璧じゃないので、ピル飲んでてコンドーム使ってても妊娠した人もいると、まあ、5万分の1とかっていう確率にはなるんですけど、まあ100% っていうのはありえないというところなんですね、はい。で、もし妊娠したら、だから出産するにしても、だから相当なサポーターが必要だし、うちではやっぱり、予期しない妊娠、計画してない妊娠で、はい、継続しようか、それとも中絶しようかっていうことで悩んでいらっしゃる方はやっぱりたくさんいるんですけど、その中で産むことが必ずしも良いとは限らない。はい、だから、生まれた子供が本当に幸せになれる。自分が幸せに、してあげられるっていうふうに思えないんだったら、うん、産むことが良いこととは言えないっていうスタンスで、うん、カウンセラーの先生はクリスチャンでね、クリスチャンだとやっぱ中絶絶対ダメっていうような考え方が結構多かったりするんですけど、はい、でもまあうちのクリニックの方針を受け入れてくれて、妊娠した女性の健康とその子供の幸せを考えて、あなたが選択してくださいっていうスタンスでサポートしてます。なので、はい、予期しない妊娠してから考える人がたくさんいて、まあ、それはもう仕方ないにしても、やっぱり、妊娠した困る人はやっぱり、避妊はなるべく完璧に、100% でもなるべく完璧に。それでも、計画しての妊娠じゃない妊娠が起こってしまった場合に、産むか産まないかっていうことを考えないといけない。だから、それに関しては、じゃあ、セックスしないとかも、まあ、中高生とかね、まあ、絶対今妊娠したら困る学生さん、大学生とかっていうのはその時期それもまあありかなというところかなっていうのが、これは大人からの意見で、でも実際まあ、うん、いい大人がですよ、予期しない妊娠で、はい、もう本当に30代が一番ね、中絶率が中絶人数が多いなんていうようなねデータもあったりするので、率に関してはやっぱり10代が多いですよ、妊娠しても、うん、出産できない率に関しては10代が多いんですけど、まあ、いろんなデータがある中で、妊娠してもう 若いうちにね、なんとかなるからって言ってもう行ってしまうっていうのは、まあ、それはそれで、ね、もう子供が本当にそこが良かったかどうかっていうのは別にして、まあ、そういう人生の中でそういう若くて大変な時にね、もうなんか産んでおくっていう選択もありかな。逆にだから40代になってから妊娠したいと思っても、はい、出産の、できる、年齢の限界っていうのがあるので、やっぱり30代後半からは妊娠する力が落ちてくるっていうところで、まあ、出産するんだったら、本当は肉体的には10代後半から20代前半がベスト、みたいなところではあるんですね。はい、でも、社会的に今だからそれが、その時期っていうのに妊娠出産するのが、まだまだ経済的にも、伴ってきてないから難しいってところで、出産年齢がどんどん上がってきてるっていうところだと思うんですけど、はい、学生の出産タイミングで
まあ、あの、もうすぐ卒業の、学生さんが、まあ、あの、志保さんが今、4年生になったところでした。はい、4年生になりました。で、今だから妊娠したら、国家試験前後に出産予定っていうことで、どれぐらいのタイミングで出産したらいいのか、妊娠出産がいいのかっていうところで、まあ、国家試験を受けて卒業した場合に、その後ですね、どうするかってことで、まあ、自分の場合にはもう、国家試験受けて、医師免許取ったら、あとは1年間は育児して、その後から研修しようと思ってたんですね。うん、っていうのは、やっぱ研修医になったら、相当、時間的にも拘束時間が長いし、泊まりのお仕事とかも、ある程度始まるかなっていうところで、まあ、看護師さんの場合には、やっぱり、夜勤とかも入ってくるっていうところで、もし、だから出産して、そのまま仕事っていう場合には、じゃあその、夜の、場合も、夜勤の場合も含めて子供を見てくれる人がいるのか、で、授乳とかどうするのか、だから、母乳じゃなくてミルクがあるさっていうような考え方でね、人工乳を使うって選択もあるんですけど、まあ、自分自身はどうしても、母乳で育てたかったっていうのもあって、1年は休むって最初からもう妊娠分かった時点からも決めていて、卒業前に、産婦人科に入局したい、産婦人科になりたいんですけど、でも出産するので、1年経ってから入らせてください。来年4月からよろしくお願いしますって挨拶に行った、みたいな、そういう感じだったんですね。はい、で、それも、だから、まあ、予定してそうしたわけではないんですけど、まあ、もしだから、今からもう計画的に、今、出産して、その後、じゃあ、免許を取って、すぐ仕事をするんだったら、誰が子供を見るのかとか、うん、それから、あと、仕事はどうするのかとかね、そういうところの選択っていうところになるかなって。で、特に、志保さんの場合には、看護学部卒業して、助産師の学校に行くっていう予定の場合に、そのままもし助産師の学校に行くんであれば、助産実習っていうのは、ものすごいハードみたいなんですね。今まただからコロナで状況がどうなのかあれなんですけども、拘束時間もそうだし、やっぱりプレッシャーもすごく大変だしっていうところで、助産実習はもう大変なので、育児しながらっていうのはすごい大変かなって。で、前にうちで働いてた助産師さんが、出産してですね、で、すごくその自宅で出産してサポートしてくれた助産師さんが素晴らしくって、で、助産師ってこんな素晴らしい職業があるんですねって、私生まれ変わったら助産師になりますって言ったら、そのサポートしてくれた助産師さんが、本人看護師だったね、その当時。いや、生まれ変わらなくても1年で慣れますからって言われて、それで1年放棄して助産師の学校に行って、で、その2年の学校に行ったみたいなんですけど、はい、もう大変だったって言ってました。二度とできない。で、育児しながら、一応彼女はやったんですけど、その3番目の子供を産んで、はい、その子の育児しながら学校にも通って、ね、助産師の資格も取って、まあ素晴らしい助産師に なられてはいるんですけど、はい、まあ助産師の学校っていうのは、なかなか大変だということなんで、看護学生だけじゃなくて学生さんが出産する場合に、やっぱりその後の、育児どうやっていくかっていうところで、学生時代に産むっていうこと自体は若いうちに産むので、体的にはすごくいいことだと思うんです。なるべく若く産んだ方がいいので。はい、なので、実際に予期しない妊娠でいらした方でですね、学生さんなんかも、高校生、大学生いるんですけど、やっぱり今は無理っていう方が多い中で、学生時代に産みたいっていう人がいるっていうのは、ちょっと新鮮な驚きなんですけど、はい、そういう子供が欲しいっていう気持ち本当に素晴らしいと思うので、今本当に少子化でね、産めないっていうような人が多いので、はい、で、まあ自分自身は国家試験1ヶ月前に出産して、はい、まあ、もう実家にも全部、出産は私の実家で出産して、その後、1ヶ月経ったところで、夫の実家に行って、で、そこで国家試験まで面倒、数日ですけど、面倒を見てもらって、っていうような感じで、もう、全部、経済的にももう、身の回りからご飯も作ってもらえなんて、また試験があるから、みたいな感じで、もう非常におんぶに抱っこで、出産したっていうところなんですけど、はい、まあ、だからその後仕事開始どうするのか、とか、育児は誰がするのか、とか、いう感じで、もちろん仕事始まった後に振り返ってみると、学生って、はい、まあ、仕事に比べるとまだまだ余裕があるねって、時間も本当に好きに使えるし、はい、あるよねっていうところではあるんですけど、でも卒業しないといけない、試験に受からないといけない、これが本当に大丈夫なのかって、そのプレッシャーですよね。はい、本当にこの成績優秀ですごくゆとりがあるから、絶対受かるし大丈夫っていうんであれば、いけるけど、で、まあ、
特に国家試験受からないと医師免許取れない。そしたら実際に出産して働いて自分たちで生活しますから、今だけお願いしますが、実現しなくなっていつまでもなってるから社会人になれないみたいなね、国試浪人中みたいな、そういう状況になりかねないっていうところでは、夫も私の同級生だったんで、すごいプレッシャーではありますね。ここでもし彼が国家試験落ちて、彼が国試浪人した日には、私は育児したいから働かないつもりなんだけど、まあ、じゃあ収入はどうしましょうみたいな、そういうところがあったので、実際に、まあ、予定外でやったからいいけど、予定して、だとうちの親はうんとは言わなかったのかなと。最初は無理でしょうみたいに言われたところを、まあもう、説得して、なんとかもう、もう、絶対何が何でもみたいな感じで、ここは押し通しますみたいなね、そういうところでだったので、はい、まあ、実際妊娠してしまったらもうそこで、いや、絶対このまま行きますって言って行くのと、計画的にどうするのかって言ったら考える余裕があるってところでは本当に素晴らしいので、ちゃんとその計画をしてどうするかっていうのを、本当にいけるのかどうかっていうのを考えられても素晴らしいので。ただ、その予期しない妊娠してしまった人たちはそこでどうやっていくかっていうことを、考えていく、必要がある。そこで考えないといけない。やらないといけないこと。もう、走りながらやっていかないといけないってところではあるので、なんですけど、まあ大学生で出産したい人がいるっていうのは素晴らしいですけど、サポートが少ない場合に、オンラインで、自分の、実家で、育児しながら、大学も続けられますっていうんだったら、すごくいいんじゃないかなって。また実家がどれだけサポートしてくれるかっていうところもあるんですけど、育児とかね、バッチリ、サポートしてもらえるんだったらいいんじゃないかなって。で、もし周りに誰もいなくって、パートナーと二人で、育児する場合に、まあ、学生って、例えば、卒業の時には、飲み会にも行きたいとか、それから卒業前でも、なんか、友達と一緒に遊びに行こうとかっていう時に、じゃあ、子連れで飲み屋さんに行きますかみたいな、そういうところになってくると、もっと学生の時って遊びたい盛りに、遊びには行けなくなるよね、とか、そこをなんか、年齢的にどうしても、もうここで出産しとかないとっていう人だったら、やっぱり、あれなんですけど、もう学生時代にある程度、いろいろもう遊ぶのはいっぱい遊んだから、育児をここでやろうっていう人ならば、それもありなんですけど、はい、そうじゃない場合に、本当に子供がいたら、簡単に預けることなんかできないから、実家が見てくれて預けて、今日は遊びに行ってきますって言って行けるんだったらいいけど、そうじゃないとなかなか、地方で誰も周りにサポーターいないっていうと難しくないかなっていうのはちょっとパッと思うんですけど、いやいやもう頑張りますっていうのであれば、育児やりたいですっていう場合に、子供が本当に365日いつでも一緒にいて、もう子供が可愛くて楽しくてしょうがないっていうふうに思えるかどうかっていうところかなっていうところで、やっぱりずっと抱っこして、ずっと子供といると、やっぱりこう退屈って思ったり、私はしたんですね。産んで1年間子供と一緒に沖縄に住んでて、実家は東京だったので、夫はもう研修医になって、ほとんどうちにいない状態で子供と二人きりでずっと、過ごしていて、で、まあ夫の実家もあったんですけど、まあ夫の実家もちょっと離れたところに、まあ仕事前は住んでて、仕事始まったら、夫の実家にも子供を本当に朝から晩まで、もちろん保育園の送り迎えから、帰ってきて夕飯食べさせてまで全部お願いしてしまったっていうようなところがあるんですけど、それまでは1年間、自分で育児してたんですけど、私自身が、まあ、いい親じゃなかった。理性ではもう本当に子供はいつでも抱っこしておっぱいあげて、子供のために、頑張ろうと思ってたんですけど、実際に、母乳育児もして、アレルギーの心配もあったから、食べ物も除去して、子供のためにっていうふうに頑張ってはいたけど、楽しんではいなかった、育児。私自身は。で、当時は、周りの、育児サポート、例えば、子供を連れて遊びに行けるような、育児支援の、広場みたいなところがなかったので、はい、今はそういう保育所がね、子連れで遊びに来てお子さん遊び過ごせながら一緒にお話できますよみたいなそういうところができているんですけど、はい、今昔はなかったので、もう子供と本当に二人きりで、ママ友みたいな人も、はい、
当時あんまりいなくって、まあ、時々会ったりはしてるんですけど、はい、私自身が他の人と付き合うのがあんまり上手じゃなかったので、そうすると必然的に子供と二人きりベビーカーを押しながらぐるぐるこう回って、本をゆっくり読んでたいって置いたら泣くので、もうひたすら抱っこひもで胸に置いたまんま本読ん座って本読むのがちょっとの休憩みたいな、そういう生活を1年間弱やって、まあ、今だから見るともうちょっと育児楽しんであげたらよかった、子供にもよかっただろうなって思うんですけど、まあ、まだできなかった。遊びたかったけど、遊ぶって言っても、何を遊ぶって言っても、本読んで、ゆっくり本読みたいみたいな、ゆっくり映画見たいみたいな、その程度だったんですけど、当時ね。はい、それが、だから子供がいると、それもままならないみたいな、そういうところがあるので、その辺も踏まえて、育児大変だよっていうところですかね。はい、あとは、自分たちの収入で生活をできない場合に、実家が、今若いうちにあなた産んどきなさいと。お金も今のうち出しとくから将来返してくれればいいからねっていうことで、はい、全部サポートするからアルバイトしないでいいよって思ったら勉強と育児に専念すればいいってところですけど、じゃあ自分たちの生活費も、はい、結婚したからには稼ぎますということで、勉強もして育児もして生活費も稼いでっていうのは今かなり大変でしょうねっていうことで、はい、仕送りも今受けてる状態であれば、それでもう親がいいって言うんであればありじゃないかな。お金も出しますよと。うん、今のうちに産んでいいんじゃないと。育児もサポートするよっていうんだったらいいかな。ただ、はい、保育園にも、入れるかどうかっていうところは、学生は仕事してる人よりも保育園の入園順位が低いんですね。うん、だから住む地域も、だから保育所に待機児童がいない地域で、確実に保育園に入れるっていうのは、あって、っていうんじゃなければ、まあまあ学生さんの場合には住む地域を選んで、保育所に入れるところに、転居して、でそこで保育園も出産前からね、ここに出るっていうのが、目処が立てれば、やれればいいかなと。まあ、一番はでもやっぱりもう妊娠してから考えないといけないっていうところでは、まあ、計画的に妊娠出産するんであれば、そういうところも考えて、まあ、いざ妊娠したらそうするぞというところと、かなとは思うんですけど、はい、で、まあ、世間一般に収入がない大学生で子供を産むのは無責任だと言われてる気がするっていうけど、はい、言われてるっていう話なんですけど、親が OK であればいいんじゃないかな、はい。社会的とか関係なく。はい。社会っていうのは、だからその家庭の話なので。ああ。この家庭内なので、だから社会的になんか、そんな学生のうちに子供を産んでみたいなのは、だって親がその分出しますと、ちゃんとその将来に対して、まあ、孫が生まれるっていうことで、今のうちにね、サポートするからどうぞっていうんであれば、家庭の方針として全然問題ないんじゃないかなというところですよね。その辺は、社会がどうっていうのは、もういろんな家庭があるので、それでいいんじゃないですかっていうところかなという感じで。で、ごめんなさい、私ばっかり喋ってますけど、何か、もうちょっとこれが聞きたいとか、なんかありますか？そうですね。私が思うのがちょっとあって、その計画的になんか頭で私すごい考えてるからこそ、なんか進めないっていうのもあって、もうなんか流れに身を任せた方が楽なんじゃないかって思ったりもするんですね。そのできちゃえば楽っていうふうに思ったりもするんですけど、一番でも大事なのは、はい、パートナーさんがその気がなかったとしても、万が一、はい、妊娠した場合に、その気がなくても、いいよ、頑張るよって言ってくれるのかどうかですよ。はいはい。結局、なんかいや、絶対、やっぱり無理ですと、言われた日には、はい、じゃあ、シングルマザーとして、育てていきますかって。そういうところが、やっぱり、計画外の場合に、その時に本当にパートナーが、計画外で自分はどうしても産みたいって思っても、はい、彼が、いや、絶対無理だから、今、一緒に子育てもできませんって言われた場合に、そこで自分が一人で出産するのか、はい、それとも、今回の妊娠は諦めるのか、そういうことになってくると思うんですよ。はい、もし万が一妊娠したら、この人は受け入れて自分と一緒にやってくれるっていうふうに思っていても、本当にそうなのかっていうところです。はい、確かに。ちなみに、まあ、私の場合には、やっぱり、彼は国家試験を前にして、はい、非常に、
難しいんじゃないかっていうことで、悩んでましたね。はい。まあ、自分の場合に、まあ、予定外で、そんな、簡単に学生で、まあ、私の場合にはもう本当に予定外だったので、はい、それこそ日誌の話とか、子供育てたいとかっていうことも話したりして、学生時代にとかっていうつもりはなかったので、はい、なんか、まあ、説得はかなり大変でした。で、まあ、その場合に、ただ、まあ、本当に考えなしだったんですけど、もうとにかく、絶対に、一人でもいいから、もうあなたと別れてでもいいから、私は子供を産みたいと。で、そこにして、はい、産んで、実際育ててみたら、子供を育てるのが、大変だった。っていうのが自分の実感だったので、サポートがないと、やっぱり厳しいかなって。なるほど。一人でっていうのは、あの時は絶対一人でって言い張ったけど、一人っていうのは、厳しかったなって、だから彼が一緒に頑張るって言ってくれて本当にありがたいなっていうのが、まあ、自分の感想です。なるほど。そのできてからの説得っていうのと何も予定しなくて説得っていうのすごいなんかなんだろうな壁があると思ってて はい、できたら彼はそれを受け入れてくれる状況と確実さがあれば受け入れるだろうって、まあ、このパートナーシップとしてね、まあ、万が一妊娠したら彼はそれを受け入れて一緒にやってくれるっていうふうな自信があればいいんですけど、はい、そうでないと、やっぱり、実際に本当に一人でっていう可能性も予定外だとあり得るよねっていうところです、ね。確かに。それはまた子供にとっても私はどうなんだろうっていうのは。子供、そういうふうに考えて、彼と一緒にも一緒にやっていきたい、はい、で、子供を持ちたいっていうのであれば、はい、じゃ先に結婚する、学生で結婚、入籍するっていうのも別に親御さんが OK であればいいんじゃないのっていう。あ、なるほど。結婚、そうですね、確かに、うん、だからその子供より先に結婚でもいいんじゃない。いや、だからそう結婚してて彼がいや一人で育てなさいっていうのはありえないので。そうですよね。だからそういうところで結婚のタイミングはいつなのとか、確かにそういうところもパートナーさんと考えるっていうのはありかなって、そういうことが話し合えるような、うん、感じであればぜひその辺は話していくといいんじゃないかなと。いや、もう今更ね、うん、この時代に順番がどうこうって結婚してからなんていうのは全然もう、私の時代でも自分の先輩後輩で、うん、妊娠が先で結婚した人なんかも5本指以上にいっぱいいるので、はい、はい、みんな産婦人科医で。おお、すごい、はい、いいな、いいなじゃないけど、もうなんか、そうですよね、そういうのにとらわれてないからこそ、私が自分がとらわれてないからこそ、なんだろう、相手を私と同じようにするっていうのも難しくて、社会で普通って言われてる考えと私が違うので、みんなにもびっくりされるし、もう諦めてるところもあるんですけど。はい、まあ、どのタイミングでっていうのは、早く子供欲しいっていうところで、まあ、あんまり考えすぎると、はい、やっぱりもう大変すぎて子供持たないっていう選択をする人がたくさんいるんですよね。あ、それ自体は、だから、やっぱり、本当になんていうの、もったいないっていうか、よろしくないっていう、少子化がどんどん進んでいくっていうところであるので、で、実際に、年齢が上がって、今、もう全部 OK な状況になってから子供を持ちたいっていうと、妊娠がもう難しいですっていう人もいるので、うん、そういう意味では、志保さんのように、若いうちに早く子供を持ちたいって思えるっていうのは、本当に素晴らしいと思うので、はい、はい、うまくいくと、うまく、子供を早く授かるといいですね。はい、ありがとうございます、本当に。一応、じゃあ、このパート1の、はい、子供を、学生時代に持つかどうかっていうことに関しては大丈夫ですか、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、じゃあ終わりで、ありがとうございます、ありがとうございます。